はい、どうも皆さんこんにちは。今回はこのドロップフミタを実際の現場に設置してみたいと思います。ここでドロップフミタの商品説明ですが、こちらがドロップフミタの台座になって、これがフミタです。でこのように台座にセットして、ここをイノシシが踏むとフミタが下に下がり足がかかるような仕組みになっています。こちらの商品は感度調整用のネジが、ここをドライバーで緩めてお好みの感度に調整できるようになっています。もし感度をかなり上げたい場合はドライバーのネジを締め、感度を下げたい場合はドライバーのネジを緩めます。で両サイドについているので、両サイドお好みの感度で調整できるようになっています。それでは早速押し羽をつけて設置してみたいと思います。まずこの外径、ここに押し羽のワイヤーをかけます。このように押し羽のワイヤーをかけて、はい、このように押し羽を縮めました。では早速今から現場に設置します。では早速設置します。今回のポイントは、ここがこう獣道になっています。分かりにくいかもしれませんが、こういう風にイノシシが通った跡があります。決め手がこういう葉っぱの上に泥がついたり、足型がこのように残っていたので、ここに設置してみます。かなり土が掘りやすくて設置が簡単にできそうです。はい、今設置が完了しました。ここに設置しています。今回はドロップの設置動画でした。今日もありがとうございました。太田製作所は狩猟用の罠を販売する会社です。これから狩猟を始めたい方、もっと捕獲したい方へ向け罠を販売し、使い方、組み立て方、ポイントなどは YouTube で学ぶことができ、誰でも簡単、安全に使うことのできる罠作りを目指しています。